どうも、占い師のゲッターズイです。アシスタントのクマンです。さあ、本日は広島県の20代前半女性ユーキャンさん、はい、ありがとうございます。教員をしています、はい、同じ職場の先生を好きになりました。あら、お互い仕事も忙しくそれほど親しくもなかったのですが、同僚3人とスノボに行き意識するようになりました。ちなみに彼からの誘いです。そこから少しずつ話すようになり、男女4人ほどで何度か遊んでいます。その中に可愛い先生がいるのですが、彼はその人ととても親しそうに見えます。可愛い先生は彼氏持ちだから彼と付き合っていないとは思うのですが、すごく嫉妬してしまいます。職場ではなかなか2人きりで話すことはできないのですが、私が失敗しておごるということを理由に初めて2人でご飯に行きました。あら、いいですね。仕事の不安や不満ですごく盛り上がり楽しかったです。私はすごく好きで思いを伝えたいと思いながらも、職場も同じで関係が壊れることを思うと告白できません。どうしたら私に振り向いてくれますか。もっと積極的に行くべきなのか、彼を待つべきなのか教えてください。どうですかこれ。相性を見ましたが、はい、相性は非常にいいんです。おっ、やった。結婚するぐらい相性いいんですが、やだ、はい、来ました。この彼デブが嫌いなんですよ。んデブ嫌いなんですよ。ユーキャン、いや、ユーキャンじゃないです、この彼です。じゃあユーキャンちゃんがちょっと奥まってるかもしれない。奥まん的な形になるかもしれない。はい、なるほど。億万さんみたいになってる可能性があるんですよ。だと無理です。なので、まあ現在痩せてればいいんですけども、痩せてれば大丈夫、痩せてシュッと痩せてて、黒髪真面目な感じでしているなら大丈夫なんですが、彼ただね、まあ頬でかなり頑固で下向きとか4番持ってるんで、最初の印象でこの人と自分は付き合う、この人と結婚すると決まってますもん。え、勘で分かってます。逆転ないですか、そこから。ないです、絶対に変わらないです。うわ、最初の段階で印象が悪くて、はい、要は一番最初の時にポチャッとしてて不愛想でちょっとなんかノリ悪かったなっていう印象で、やだなこの人と思ってたらもうない、恋愛ないな、結婚もないなと思われてもないです。逆にあるっていう方に入ってればあるので。でも彼からの誘いですから。でも職場だからじゃない。なので一番最初に会った時に印象聞いてみてください。あ、最初どこで会いましたっけとか、あれ一番最初って何かのセミナーでしたっけみたいな、はいはい、なんか何でもいいの、そのきっかけで話して。そうか、職場、同じ職場だから。そうそう、でも1個上、学年上だから多分後輩なんでしょう、はいはい、違うのかな。最初どう、最初こんな感じでしたよね、うん、みたいな感じで言えば、え、私どうでしたみたいな。ああ、それで分かるのか。めっちゃ不愛想だったよね、不愛想だったよねとか、なんか あんま印象なかったけどとか思って言ったら、あ、無理なんだなみたいな。うわ、すごい、これリトマス試験紙になるわけだ。そうそうそう、その時に何かキーワードで、はい、なんかその一番最初見た時に結婚するって思った人とする確率は実は高いんですって、って、うん、思ったっていう。おすごい、おすごい、思うわけないじゃん、うん、って言ったのを、テレで言ってんのか本気で言ってこう察してください。人間って 78% がここで付き合うなと思った人と付き合うんですって、うん、あれ嘘ですよ。いいんですよ、嘘で言えば、うんうん、え、そうなん、あ、今の嘘なんですか。そうそう、もう速攻騙されてくる。今の嘘なんですね。危ねえ危ねえ。人間は数字に弱いから。あ、確かに 78% とか言われると。なので、な、決まってるタイプなので、もう方タイプでもう4番6番持ったらもう絶対決まってるので、うん、タイプがどうか聞く。ちょっとそれはよもうかなみたいな言ったら、あ、これは攻め込めるな。なるほど。で、押し切ったら落ちます。9月以降、彼の誕生日ちゃんとお祝いすること、11月12月にちょっとグイッと押せばうまくいくと思います。そんな難しくないです。すごい。ただ太ってたらダメですよ。デブだったら、デブだと速攻痩せください。うん、そしたらなんとかなります。5キロ10キロぐらい、はい、シュッとする、スリムになったら大丈夫です。なるほど。そしたら大丈夫です。頑張って頑張ってください。以上、ゲッターズでした。億万でした。